はい。でもね、あれイカメタルね。はい、今、はい、おはようございます。はい、集合お願いします。おい、春の子を見てるんだろうな。イブ、はい、江藤さんに言うて。江藤さんに、江藤さんに一言か。一言、江藤さん立ちませんでした。江藤さん、はい、立ったか分かりません。はい、はい、こちらの方に集合お願いします。はい、ナンバー2、3、4、2、2。はい、今年の目標、意気込み、意気込み、おい、それはもちろん長くなりますか。パッパッといきましょう。パッパッといきましょう。年間優勝頑張って。はい、お疲れ様でした。はい、顔が入るかな。顔が、画角が足りますか。おはようございます。はい、ありがとうございます。はい、今日の今年のなんかあれを、あ、とりあえず前線欠席なしで頑張りたいと思いますので。そうですね、よろしくお願いします。嫁に釣り負けた男でした。どうも。はい。はい、集合お願いします。この車よりこっち側お願いします。はい、怪しい人発見、おはようございます。今年の兄貴、うん、真剣に、いつも真剣やろ、うん、当然や。仕事以上に頑張ってる感じやろね。全然釣れんけどね。はい、うん、まあ頑張ります。はい、よろしくお願いします。おはようございます。なんか一言ください。よろしくお願いします、はい、今年もよろしくお願いします。おはようございます。兄弟、ブラザー。はい、なんかください。頑張ります。頑張りますね。はい、今年も頑張ります。はい、それではおはようございます。はい、青年、カッパリ大会の開幕戦を開催したいと思います。今年もよろしくお願いします。今日の時間は7時から11時までとなっています。はい、もう名コンビ、名トリオやね。はい、頑張ります。中流域の先生やね。キーパーは、はい、もうあのいつものエリア行けないもんね。そうなんですよ、ね、なんとか初バスを釣りたいと思います。俺も釣ってないというね。はい、おはようございます。頑張ります。よろしくお願いします。何かありますか。いや、特に釣る気しないです。みんなそうです。ありがとうございます。鉄橋のエリアは、そこの工事がやってるところはもう入らないようにしてください。工事から下流、歩いていける範囲、三輪橋橋までどこまででもいいです。で、魚をもし持った場合は、目があったね、爪があった、川の横を通って帰ってくるようにお願いします。なんか今年ちょっとよろしくお願いします。から、はい、今年はあの10人ずつスタートしたいと思いますので、今一応自分の番号を確認してください。怪しいんすよ。永遠の19歳ね。永遠の19歳。19歳が、うん、そうそう、ね、あらら、なんそれ、なんか質問ありますか。19歳だから、今年もよろしくお願いします。じゃあ内容だったらスタートしたいと思います。じゃあ1から10番の人手を挙げてください。新システム、お、はい、それでは1から10番の人をスタート。新システム導入やね。お、11番から20番の人、おはようございます。なんかちょっとコメントください。じゃあ2泊もあるんで、ちょっとなんか、はい、スタートお願いします。2番目いきます。さよなら。リュウヤ君頑張って。お、あ、おはようございます。おはようございます。彼女ですか、奥さんですか。嫁です。奥さん。20から30の人いいですか。なんか嫁に、はい、あ、一緒に行きますか。はい、はい、頑張ってください。旦那さん、奥さんに勇姿を見せてよ。頼むよ、頑張って。はい、じゃあ全員スタートしてください。はい、頑張ってください。はい、ちょっともうめんどくさいってさ、当日前向けさせない、当日と前向けに負けない、少なかったらね。そう、はい、今日の今年の最初の特訓、はい、おはようございます。はい、今年もカッパリ大会よろしくお願いします。今年はいろいろとイベントがあるみたいなんで、はい、皆さんぜひお子参加よろしくお願いします。あった、シワがもう増えたな。もうね、じいちゃんやけね、増えよんよ。もうあんたもあのロットマンのアイドルやったのにね。いや、まだまだ現役ですから。そうね。ナンバー2のとこやね。
言わんで、もうぐさっときたから。あ、いえいえ、今年こそナンバーワン取るように、ね、頑張ります。はい、頑張りジョーン、ジョーン、はい、ありがとうございました。はい、人口自体はヘッド、はいはい、チャーリー、はい、ちょっとなんかアナウンス、いろいろアナウンスお願いします。はい、西日本釣り博に出ますんで来てください。くじします、500円のくじ、ブースを出すわけね、ブース、ブース、そうそう、ロットマンが初ブース出しますんで、はい、よろしくお願いします。もうちょっと詳しく詳細をちょっと言ってみましょうか。500円でくじガチャします。はい、ガチャするね。当たりは物干し竿50本。おっ、すげえね、大盤振る舞い。うん、で2位は、はい、2等は、はい、なんだっけ、ガイド券か、もしくはお店で使える商品券1万3000円分。はい、で3等は小次郎シャット。はい、でまあ4等がまあ外れじゃないけど、そうですね、もう漏れなく、それは明宝のボックスにロットマンステッカー貼った660円ぐらいするボックスになります。はい、だから損はありません、外れなしですね。はい、はい、そしてあとは音楽川ライムチャートっていう小次郎からの西日本釣り博でしか買えない限定から出しますんで、よろしく、原宿です。ということで大ちゃんファンもよろしくね、イエイ。はい、それではありがとうございます。ありました。はい、釣れたルアー教えてください。釣れたルアーはツインテールリンガーの猫リグです。おお、素晴らしい。ツインテール、もう、はいはいはい、ちょっと魚もちょっとあげて。はい、なんで釣れましたか。ジグヘッドワッキーの、フリックシェイクで釣れました。竿、はい、はもちろん、もしそう、おー、やったねー、いぶき初バス、うん、今年ゲットだぜ。やった、でっけえなー、手震えてんじゃん、外そうか。はい、オーケー、よし、後で外そう。はい、写真撮りましょう。はい、釣れたルアー教えてください。同じくツインテ、すごい、すごいバス。おっ、やばい、やばいっす、やばいっす。おっ、でかい、光の当たるところ、トイバー。はーい、釣れたルアーもちろんボトムアップですか。ハリーシュリンプ4インチのおグラムフリーリーグです。ナイス、釣れたルアー教えてください。はい、ジークラックの、はい、ポルティオシャットってやつですかね。2.8 インチでダウンショットです。はい、釣れたルアー教えてください。レインズのスワンプクローラー、スワンプクローラー、オッケー、9インチ釣れたルアー教えてください。沈み虫の 2.6 です。はい、はい、それでは3位の奥さんから、釣れた場所、釣れたリグなど教えてください。あ、お疲れ様です。釣れたのはそこの地高本線の手前の石積み、テトラと石積みの間ぐらいで釣れました。釣れたリグはスワンプクローラーの9インチに 1.8 のジグヘッドワッキーやったです。はい、カラーとかどんなカラー。カラーはミミズですね、ミミズカラー。誘い方はどんな感じ。誘いはもうちょっとズル引きっぽい誘いで、ズル引きで、はい、でコンと当たりが来て、コンと当たりが来たら送るんですか。いや、そのまま合わせましたね、今回。はい、明確に出たけ。はい、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 ありがとうございます。それでは2位の平さんお願いします。お疲れ様です。釣れたルアーはティーバックのエリアの手前のちょっと結構ガビガビしたところにハリーシュリンプ4インチの、7グラムフリーリグを入れて釣りました。それはなんか肝みたいなのがあるんですか。なぜそこを狙ったのか。まあ沖がちょっと深めがあって、でガクッと上がってるところとちょっとなだらかに上がってるところがあって、プラは入れなかったんですけど、ちょっと春いいかなと思って朝一からずっと、はい、粘ったような感じですかね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。それでは優勝の小島さんお願いします。皆さんお疲れ様です。大会運営の方々もご苦労様です。釣れたのはですね、筑前下のちょうどど真ん中の場所ですね、2本だけ橋脚並んでる、そこでですね、釣れたリグはエバーグリーンツインテールリンガーの猫リグに 1.3 グラムのネイル進化させて、それで場所は1本目が
左手の橋脚際、2本目が右側の橋脚際でした。当たりとしてはですね、ボトムをあそこごちゃごちゃしてますんで、根がかりしないようにボトムを丁寧にやったら、ギルバイトみたいな当たりがポツンとありまして、それをステイさせてロットを送り込んで合わせた感じです。はい、カラーとかどんな感じですか？カラー沼秩父カラーです。沼秩父、アクションはあんまりさせない感じですか？そうですね、はい、ズレ引きっぽい感じ、はい、なるほど。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。動画視聴ありがとうございました。最新動画、関連動画はこちらから。視聴者登録はこちらから。グッドボタンもよろしくね。せーの、バイ、なら。